マラーター同盟、マラーター同盟、マラーター同盟、英語、マラータカンフェダーシー、1708年から1818 18年は、中部インドのデカン高原を中心とした地域に、マラーター王国及び、マラーター諸国、サルダールよって結成された、連合体、マラーター連合とも呼ばれる。18世紀に、 ムガル帝国の衰退に乗じて独立し、一時はインドの覇権を握った。だが、同期末から19世紀初頭にかけて、インド全域に勢力を伸ばすイギリス東、インド会社との三度のマラーター戦争でれ、解体した。その領土は、イギリス東インド会社の直接支配下に入り、諸公の領土は、反王国に編成された。1660年前後より、 デカン高原西部にて、シバージーの率いるヒンドゥー教徒のマラーターが、ムガル帝国に反乱を起こす。シバージーは、マラーター王国を建国、長期間のゲリラ戦にて、ムガル帝国の皇帝アウラングゼーブを苦しめた。1680年シバージーが死んで、息子のサンバージーが後を継いだが、アウラングゼーブのムガル帝国軍が、ムスリム王国のビジャプル王国、ゴール・コンダ王国を滅ぼし、 デカンでの戦いを有利に埋めていく中で、彼は1689年に、ムガル帝国との戦いで捕らえられて、処刑されてしまった。サンバージーが殺されてしまい、その弟のラージャーラームは、南インドに逃げて、王国を復興しようとしたが、ムガル帝国が一時的に南端部を除く、全インドを支配した。結果的に王国が復興したのは、彼の死後。 タまラーバーイーの時代だった。二十六年間続いたデカン戦争で、マラーター王国は一時衰退したものの、アウラングゼーブが死ぬと、千七百八年にシャーフーが即位した。そして、マラーター王国を中心とし、王国の諸公サルガールと共に連合して、マラーター同盟を結成した。ただし、同盟が形成されるのはもう少し後の話である。 1713年、バラモンのバーラージー・ビシュワナートが最小となって同盟を率いた。彼はマラーター同盟の基礎を作り、1719年にはマラーター諸侯を連れて、サイード兄弟がファルフシアルを倒するのに協力した。1720年、バーラージー・ビシュワナートが死亡すると、その息子であるバージー・ラーオ一世が最小となった。彼は、 シバージーの再来と言われ、ムガル帝国の分裂と衰退に乗じて、デカンからんど中部、北インド全体に勢力を伸ばし、1737年には弱体化したムガル帝国の首都のデリーを攻撃した。バージーラーオの最小在任期間、マラウター王国は、デカンを超えて、帝国とも言えるほど広大な半島を領するようになった。その一方で随行した武将である、 マラウター諸公に征服地を領有させ、諸公が王国最小に忠誠と功能を誓い、最小がその領土の権益を認める形をとった。これにより、北、インドにはシンディアやマールワーにはホールカルケ、グジャラートにはガーイクワードケがそれぞれ統治を許された。後にこの統治形態を見たイギリス人は、これをマラウター同盟と呼んだ。ただし、 最小や諸公らの間には明確な同盟関係があったわけではなく、口述する複雑な対立関係も存在した。とはいえ、バージー・ラーオは、地世20年の間に、マラーター王権、ボーンスレーケを名目化し、王国最小が事実上の王となり、王国最小が同盟の名手を兼ねる、マラーター同盟を隠させることに成功している。また、 1731年から1732年にかけてバージー・ラーオはプネーに巨大な最小の宮殿であるシャニワール・ワーガーを建設しプネーに独自の勢力基盤を持った。その息子バー・ラージー・バージー・ラーオの在任期間1750年にマラウター王国の行政府をサーターラーからプネーに移し完全に王国の実権を掌握した。 領土もさらに拡大し、オリッサ、ベンガルなどに侵攻し、各地の王国からは功能を取り立て、ムガル帝国の内政にも関与した。さらに、1757年には、パンジャーブ一帯を制圧した。そのため、一時は、インド全域の覇者になるかと思われた。1761年1月14日、南下してきたアフガン勢力、ドゥッダーニー朝のムスリム同盟軍に、 第3次パーニーパとの戦いで大敗し、数万の犠牲者を出したことにより衰退に向かう。バーラージー・バージー・ラーオの地政末のことであった。バーラージー・バージー・ラーオの死後、マラーター王国の最小符は統率力を失い、同盟の結束は緩んだ。これ以降、同盟の有力な諸侯であるナーグプルのボーンスレーケ、インドールのホールカルケ、クワーリアルのシンディアや、 バドーダラーのガーイクワード家が分立した。だが、最小マーダブラーオの奮闘もあり、同盟は、なんとか勢力を保つことができた。彼は、北方では、アフガン勢力を打ち、南方では、ムスリム軍人ハイダル・アリーの下で対頭する、マイソール王を抑えた。1772年8月、マーダブラーオの没後、弟のアラーヤンダーオが継いだものの、彼は、 最小位を狙う叔父ラグナート・ラーオによって殺された。しかし、1774年、最小府は、ラグナート・ラーオを排位して、ナーラーヤン・ラーオの死後に生まれた息子マーダブラーを、ナーラーヤンを最小とした。そのため、不利になったラグナート・ラーオがイギリスに援助を求め、第一次マラーター戦争が起こった。第一次マラーター戦争では、マラーターが優勢で、イギリスが苦戦し、 サルバイ条約で兵を引かざるを得なかった。18世紀末、マラーター勢力は、マーダブラーオナーラーヤンを要するケンシ信ナーナー、ファダナビースのもと、緩やかな連携を保っていた。他方、諸公は、独自に軍事活動を行っており、中でも、シンディア家が最も有力であった。その当主、マハーダージーシンディアは北、インドに広大な領土を有し、 ムガル帝国の内政にも関与して、1784年には、ムガル帝国の摂政に任命された。ただし、マハーダージーは、マラーター王国では、ナーナー・ファドナビースに対立する派閥に手を貸していたし、ホール・カルケとも、領土をめぐり対立していた。1795年10月、最初マーダブラーをナーラーヤンが自殺したため、諸交官で、最小位をめぐる争いが起こり、 翌1796年に、ラグナートラーオの息子バージー・ラーオ二世が最少となった。しかし、ナーナー・ファドナビースが死ぬと、バージー・ラーオ二世と諸公との関係は険悪となり、特にホール・カルケの当主ヤシュワントラーオ・ホール・カルトは、激しく対立した。ホール・カルケは、シンディア家とも争っており、1800年には、ウッチャインの戦いで、ホール・カルケが、シンディア家を破っている。 1802年、バージーラー・オニセイとホールカル家の対立から、ヤシュワントラーオは、プネーを攻めた。そして、最小府とシンディア家の連合軍を破り、プネーを占拠した。同年12月31日、バージーラー・オニセイは、イギリスと軍事保護条約を締結し、1803年に、その援助で、プネーに帰還した。だが、 マラーター諸行はイギリスが介入したことを脅威に思い、また条約では、マラーター王国の領土活動も訳されていたため、マラーター諸行とイギリスとの間で、第二次マラーター戦争が勃発した。第二次マラーター戦争では、マラーター諸行は連携した行動を取ることができず、ガーイクワード家に至っては中立を保つほどであり、イギリスは、ボーンスレー家、シンディアや、ホールカル家を破り、 諸侯の力を削いだ。諸侯から割用された領土は、征服領土と呼ばれ、ベンガルパンクに組み込まれた。1814年、最小バージー・ラー・オニセイとガーイクワード家との間に、グジャラートのアフマダーバード領有をめぐり争いが発生した。その朝廷はイギリスに委ねられたが、1815年7月14日に、ガーイクワード家からプネーに派遣された施設ガンガーダル。 シャーストリーをバージーラー・オニセイの家臣が殺害してしまう。1817年6月13日、イギリスはこのことからバージーラー・オニセイに対して新たな条約プネー条約を押し付けた。これは形式的にも実質的にもマラーター同盟を解体することを強制するものであった。バージーラー・を二世がイギリスの押し付けたプネー条約に耐えきれず、11月に イギリス軍に対して攻撃を開始した。ここに第三次マラーター戦争が勃発した。ボーンスレーケ、シンディアやホールカルケといったマラーター諸公も味方したが次々に制圧され、1818 18年6月にはバージーラーを二世も降伏した。バージーラーを二世の降伏をもってマラーター王国の最上府は崩壊し、マラーター同盟は 名実ともに解体された。最小府の領土は、ボンベイカンクに並行され、バージーラー2世は北インドのカーンプル近郊ビトゥルへ追放された。他方、マラウター王国とコールハープルマラウター王国は、それぞれ反王国としてそれぞれ存続を許された。また、有力諸公シンディアや、ホールカル家、ボーンスレー家、ガーイクワード家も反王国として存続を許された。 南マラーター地方にはゴールパデやパトワルダン家など小さな諸公国も多かったが、それらも反王国として存続を認められた。他、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。